Da ist er, der Mutnoshi. ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんなやられて、ピッコロも死んじまった。だからカム様も、ドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。 ブルマさん、泣かないで。もしかすると、サイヤ人に殺された、みんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちは、ピッコロの顔を見て、ナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だから、 Episode Dragon Ball. Ora Goku. Vegeta との戦いで Piccolo たちが死んじまった。 ドラゴンボールも消えちまって、もう誰も生きてねえ。神様の故郷、ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。 Der legendäre Super Saiyan gegen den teuflischen Imperator Freezer. Und so konnten Son Goku und die anderen die Saiyajin-Bedrohung abwehren, doch der Preis dafür war hoch. Son Goku, der schwere Verletzungen erlitten hatte, lag auf der Intensivstation. Son Gohan hingegen war nach ein paar Tagen wieder vollkommen genesen. Die Gänge? What the fuck? Komplette Menüs sind Spezialgerichte, die die besten Essenseffekte bewirken. Um ein Komplettmenü zuzubereiten, brauchst du Zutaten und Rezepte. Komplettmenüs erfordern mehr Einsatz als einzelne Gerichte, bieten aber auch mehr Boni und Essenseffekte. Komplette Menüs kann nur Chi-Chi zubereiten, aber wenn du Stärke brauchst, gibt es nichts Besseres. Lass dir also welche kochen, wenn du kannst. Unterbrechungen. Unterbrechungen sind freie Zeit zwischen Sagas der Hauptstory. Du kannst die Zeit nutzen, um Gegenstände zu sammeln, zu trainieren oder Mini-Nebenstories abzuschließen. Unterbrechungen sind auch tolle Gelegenheiten, dich für das bereit zu machen, was vor dir liegt. Sprichst du mit einem bestimmten Charakter, endet die Unterbrechung. Interessant. Okay. Haben wir noch ein Level dazu bekommen? ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯、そこの頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにって。なるほどね。大変だなお前も。頼んだぞ。 絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カムセニーさん。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発した。 ちょうどその頃、基地に戻り、瀕死状態から回復したベジータは、一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れて
ナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。 Okay, so geht's dann also weiter. Ich finde es mal interessant, im Vergleich zum Anime zu sehen, wie die diese Zusammenfassungen machen. ここ、僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ。反応がやっぱりあったのよ。ドラゴンボール。本当だ。やったやった。クリリさん、あっちに強い気が。木？本当だ。 やたら強そうなすごい気ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの気が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そうか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。 Wenn Krillin wüsste. どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ごわん、気配を消せ。悟られるぞ。ベジータだ。あいつしかいない。 ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ごはん。 とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったらソン君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。あ、はい、2ヶ月。<笑>いい、そんな。ちょっと、なんでまたあれが来るわけ。 こっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。<笑>大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ。 フリーザ様、たった今ベジータを追って球威が到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きな、パワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。 まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものです。ベジータであれば球威がそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので。
実力はほぼ互角のはずですから。どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。Sui? Ich glaube, der meint Kiwi, ne? Dieser Fischheini da. Ja, ja, man sieht ihn schon. Das ist er. So, da kann Son Kun tachi ni tsutaete. Tanonda wa yo. Ja. So, sore ja watashi wa chikyū ni kaeru wa. Ganbatte ne.すぐにソン君を連れて戻ってくるから。ん？クリリさん。え？サイヤ人？違う。ベジータじゃない。もっと弱い気だ。この辺りのはずだが。Wie sehen die denn aus? Okay. なんだ？Das sind auf jeden Fall nicht die Soldaten, die wie man sie aus dem Anime kennt.見たかよ。こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。運の悪いやつらだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ご飯、木を解放しろ。こいつら大したやつじゃない。やるぞ。はい。Na dann, fight! こいつらの格好、サイヤ人が来てたのとそっくりだ。Ach komm, jetzt habe ich gerade selber angegriffen, du Arsch, Mann. Lassen aber auch nicht locker, ne? Ich sehe gar nichts. La 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 la.Okay, das war auf jeden Fall nicht der Dingensbrecher. Der Blockbrecher oder wie auch immer man das nennt. Hey, nice, nice! Nice, ja, nein, wa yo! Ja, das Raumschiff ist leider trotzdem noch kaputt. Freeza-sama, 先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい。ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。あ、そういうもんですね。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は不思議なか。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。Es wäre sinnlos, einen Angriff abzuwarten. Ich spüre ihn einfach auf und schlage ihn in Stücke. Schlage ihn in Stücke. Hm? Was
das nicht Freezers Raumschiff da oben? Ein bisschen fett, oder? Hey, aber das Raumschiff, das ist doch eigentlich gar nicht dabei gewesen. Ach krass, wir spielen jetzt Vegeta, Freunde. Zieht euch das mal rein. Warte mal, Karte. Ach, das sind mehrere gegnerische Basen. Okay, ah, ich verstehe. Ich dachte schon, das wäre tatsächlich sein Raumschiff. Das würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber gut.